新鮮なロースハムを使って簡単に作れるフィンガーロースの作り方を紹介します。短くて肉の細切りもロースハムを使えば超簡単お手軽レシピ。それでは作っていきましょう。材料はピーマン細切り3個分、タケノコ細切り 30g、 ロースハム細切り8枚分、生姜みじん小さじ1です。鍋を温め大さじ1の油を入れます。生姜を入れ軽く炒めたらピーマンとタケノコも入れて炒めます。ロースハムも入れます。強火で1分くらい炒めていきます。ピーマンは強火で3時間で炒めることでカチカチの状態に仕上げることができます。具材全体に油が回ってきて炒まってきたら、紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油大さじ1をマリアダから香りが出るようにして入れていきます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 50cc 入れます。味の素を少量入れます。最後に水切った片栗粉を小さじ1入れまとめます。軽く炒め合わせれば完成です。さらに盛り付けます。これでロースハムで簡単にできるチンジャーロースの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。